おはよう。もう朝なんだ。詰めきれなかった。でも今日はバイトがお休みの日だから、後でお昼寝するし、大丈夫だよ。大丈夫だよ。この前みたいなことにはならないようにするから。心配かけて。お仕事始めたばっかりで大変な時期なんだから、私もしっかりしなきゃ。うん、気をつけます。ありがとう。ああ、私がやるよ。昨日もやってもらっちゃったし。聞くのって幸せだよね。もう違うよ。愛情が込められた音っていうのかな。そんな気がするんだ。ひどい。これでも頑張ってるんだよ。4年間東京で暮らしてきてこれなのって呆れられました。
これからは私が、お料理必ず上手になりますから。うん、頑張る。頑張るから、期待しててほしいな。朝ごはんは？ちょっと待って、そのままじっとしててね。ネクタイちょっと曲がってる。まっすぐにしてあげるね。通りかっこよくなったよ。行ってらっしゃい。頑張ってね。よ、お疲れ。こういうのまだ慣れないよな。情けないこと言うと学生気分が抜けてないとか言われるし、ほんとたまんないよ。しかし、俺もこんな愚痴をこぼすようになったんだよな。学生の時にさ、俺は将来こんな大人にならないみたいなこと
考えたことないか？俺はしょっちゅう考えてたよ。スーツも着たくなかったし、毎日働くのもごめんだなんてさ。でもいざ社会に出てみると、これが当たり前なんだな。毎日仕事して、たまに飲みに行って、ほとんどの大人がこの繰り返しだ。まあ先のことなんてわからないけどな。ずっとこの仕事を続けていくかどうかなんて決まってるわけじゃないし。あるようなないような。っていうか、どうすればいいかわからないっていうのが正直なところだな。ってことで、しばらくは社会勉強だ。一人前になってから先のことは考えるとするよ。つうかさ、まとめきれるのかよこれ。先輩たち好き勝手に意見出しすぎだろ。ああ、ありえそうな話だなそれ。試されてる気がしてきた。マジかよ、お前すげえな。
珍しいな、お前があんなミスするなんて。おお、へっこんでんな。いいぞいいぞ、もっと落ち込め。そうだよ、優秀なやつはしっかりへこませとかないと追い抜かれちまう。それは今だけだ。来年の今頃は、あれ、あいつ大したことなかったなぁなんて思い始めるんだよ。まあそう気にするなって。失敗は誰にでもあるよ。大事なのは同じミスをしないことだな。何か気になることでもあるのか。お前最近浮ついてるように見えたからさ、仕事に身が入ってないっていうか、そんな感じだぞ。何かやってんのか。なんだそれ、面白そうだな。手伝うって何か技術的なことでもやってんのか。若手のくせにすげえなお前。いやいや十分だろ、デスクでサボりまくってるおっさんどもに聞かせてやりたいぜ。ってことはさ、お前も将来は独立しようって考えてるのか。俺も似たようなことしてるからな。近い将来そっちで起業しようかと思ってる。誰にも言うなよ、まだ準備してる途中なんだから。イベントの企画立案とか専門職の人材派遣だよ。現場と一番近い仕事がしたくてな。今はそのための技術を勉強したり人脈を作ったりしてる。ここで給料をもらってうまくサボりながら準備中だ。そのうちお前と一緒に仕事したりしてな。ねえよバカ野郎、後輩割り増しなら受け付けてやる。でどうする、トラブルが長引きそうなら俺も入ってやるぞ。そうか、じゃあお前に任せるわ。
仕事だもん仕方ないよ。そんじゃメンバー揃ったところでサクッと本題に入るか。になったな。お疲れ、もみじ。まだまだ修正しなきゃだけど、これで流れは決まったかな。うん、想定通りだ。つまりこれから足りない役者と美術系の手配をしなきゃなんない。衣装に関してはね、ひなとゆきちゃんにお願いしたっていうか、やらせてほしいってお願いされた。え、そうなの？就職活動とかあるけど、合間を縫って手伝いたいって言ってくれてさ、ほんといい子たちだよね。それがくすぐったいから私に言うんだろうね。気遣ってあげなよ、お兄ちゃん先輩。そうかもしれないね。照れくさいんだよ、お兄ちゃん先輩。公演の日取りをジャッジしようと思うんだけど、ん、オッケー。じゃあ箱も押さえちゃおう。ちょっと高くなるけど土日メインにした方がいいよね。とっておきの隠し玉ってことでさ、あんた如月先輩引っ張ってくれない？話題性この上なくバッチリじゃん。チケット絶対に全部売れるって。するのがあんたの仕事じゃん。幼馴染なんだから弱みの一つや二つ握ってんじゃないの？うわぁ、あかねちゃんが悪い顔してる。それに如月先輩も忙しいんじゃないかな。私たちの稽古期間ちょうどスケートのシーズン中だし。ち、ダメか。お手軽に注目集められると思ったのに。使えるもんは何でも使うよ。合法な手段に限るけどさ。じゃあ自己紹介から行こっか。端っこの席から順番に行ってみよう。
岩田翔吾だ。よろしく。今回は客演として参加させてもらうよ。同じく客演として参加します遠藤愛です。よろしくお願いします。脚本を担当します那城もみじです。若輩者ですがよろしくお願いします。なんだよ、決まった役職はないのか。なるほど、解釈の人ですか。茜の彼氏？違う、あれはもみじの彼氏。役者さんの小道具や衣装のお手伝いをする人のことだよ。早着替えとか結構大変だから。頼りになるんですよ。裏方も含めてみんなの面倒を見てくれると思います。わあ、なんでもいいや。俺たちは面白い舞台がやれりゃそれでいい。以上、総勢15名、このメンバーでやってくからよろしく。ご飯準備できてるよ。一緒に食べよ。だって一人で食べても美味しくないんだもん。明日はバイトもお休みだから、今日はちょっとくらい夜更かししてもいいかなって。ちょっとずるいよ。私が断れないのをいいことに銃で調べるなんて。
のご褒美だもん。締め切りよりずっと前にお仕事終わらせたの。うん、高木さんのところのお仕事、さっき終わったところなの。もうデータも送ったから、しばらく自由の身なんだ。開放感が気持ちいい。まだ自分のところの本が残ってるけどね。これで気兼ねなく年が越せそうだよ。うわ、大丈夫？着替えてきたら？あったかくしてご飯食べようよ。おはよう。って、どうしたの？顔真っ赤だよ。もしかして。あ、すごく熱い。寝てなくっちゃ。ほら、ベッドに戻ろう。バカなこと言ってるの。今日はお休み。お仕事行くなんて言ったら、私本気で怒るからね。ダメったらダメ。いいから寝てなさい。今日のお仕事はたくさん寝て早く風邪を治すこと。わかった？病院行かなきゃね。保険証とお金と、あ、タクシーも呼んでおかないと。言うこと聞きなさい。食べさせてあげたら、お薬飲ませて、あと体も拭いてあげなきゃ。こういうの初めてだよね。
今日は私がたくさん優しくしてあげなきゃね。あ、着替えもさせてあげないと。パジャマと下着、新しいの用意して。私も本当に大丈夫なの？無理してないよね？途中でちょっとでも調子が悪くなったら早退させてもらうんだよ。薬飲んだら写真撮って送ってね。
忙しいから忘れてたとか飲みたくなかったとかでごまかしちゃダメだよ。だって心配なんだもん。昨日はあんなに苦しそうだったんだよ。じゃあ信じるね。いってらっしゃい。頑張ってね。準備まだなんだ。風邪うつっちゃったのかな。これすごい辛い風邪だね。ただの風邪なんだから、おとなしく寝てれば。あ、はい。私のそばにいてくれる？帰りなさい。遅くまでお疲れ様。
調は大丈夫？風邪治ったばっかりなんだから無理しちゃダメだよ。私はもうなんともないよ。お家でゆっくり休んでたから。それじゃあご飯食べよっか。今日はあったかいお鍋だよ。お腹空いてるんだ。すぐ食べられるから用意しておくね。すぐクリスマスだよ。今年はお仕事だと思うんだけど、デートする時間あるかな。内緒にしてたの？話してくれればよかったのに。ありがとう。私のために頑張ってくれたんだね。してるね。実はね、これ見て見て。で行き尽くしちゃった感じあるでしょ？近いから日帰りで楽しめる場所だし、ちょうどいいんじゃない？うん、久しぶりのデートだね。お店がいい。
ない？ああ、一つでいいよ。仲良く半分こしよう。私、そんなに食いしん坊じゃないよ。ビール、美味しそう。やったー！じゃあ私買ってくるね。これは一人一杯ずつにしよっと。よくこうやって半分こしていろんなもの食べてたな。あの頃はお小遣いでやりくりしてたもん。なんでも仲良く半分こ。あれ？そうだったっけ？楽しかった思い出しかないんだけどな。自らの心を顧みて貪欲と憂いを取り除きなさい。楽しいな。たまに舞台の上が羨ましくなる時もあるけどね。でも自分が舞台に立つイメージで描いてないから。からかわないでよ。当然責任持ってお仕事はしてるつもりだけど。ムズムズして変な感じ。ありがとう。評判悪いと落ち込んじゃうけどね。また見に来たいな。そうかも。寒がってばっかりいないでデートしに行きなさいって教えてあげたいね。
私もそう思うよ。年越しか。あっという間だったね。あかねちゃんと劇団始めようって話して準備して、気がついたらもう今年も終わりなんだもん。本当にあっという間だよ。一から全部を組み立てていくの大変だけど、大変な分だけ楽しいの。帰ってきて挑戦してよかったなって。まだ結果は出てないし安心なんて全然できないんだけど、それでもこの経験ができたのは宝物だって思うんだ。最近思うんだ。ずっと一緒にいるからたくさん知ってたつもりだったけど、まだまだ知らないところがたくさんあるんだなって。うん、そうだね。これからも私にたくさん教えてね。忙しいけど、ホロロにいるとやっぱり落ち着くよね。それはそうなんだけどね。でも大丈夫だよ。隣にユキトくんがいてくれるから寒いのも平気。久しぶりだね。大丈夫だよ。毎日お仕事頑張ってるの知ってるもん。
だから私も頑張らなきゃって思えるの。こういう気持ちが支え合ってるってことなんだよね。もう転んじゃうでしょ。甘えちゃっても知らないよ。当たり前だよ。私ばっかり甘えてるなんて子供っぽいし、迷惑かけちゃうでしょ。甘えるときは思いっきり甘えるもん。例えば夜ベッドの中とか。隠したって仕方ないでしてたわよ。気にするな。席は取ってあるから少し待っててくれ。もっと気軽に来てくれていいのよ。私たちも大人なんだから心配しなくても大丈夫だよ。私はあなたの心配をしてるの。毎日寝坊したりして迷惑かけてないでしょうね。そんなことしてないもん。お母さん、私が帰るたびにいつもそういうこと言うんだから。迷惑かけてると思うけど、この子をよろしくね。ほら、今の聞いた？私のことをもう少し信じてくれてもいいんじゃないの？はぁ、言い張るようなことじゃないでしょ。もう。すぐ準備してあげるから、二人とも少し待っててね。はーい、お待たせ。あなたたちの好きなビーフシチューよ。うわ、ありがとう。私、フランスパン。はいはい、パンとライスが一つずつね。
さんのビーフシチュー久しぶりだな。冷めないうちに食べよ。心の準備はいいね。潔く指を離すんだよ。入れたら1回分でギリギリじゃない？あたしはそんなもん食わないの。牛丼とかうどんがコスパ最強だ。でも神様にお願いするためには仕方ない。さよなら、あたしの千円ちゃん。私はお年玉から出しますから、そう大したダメージじゃないですね。私もだけど、今年が最後のお年玉だって言われてるんだよね。ああ、来年からどうしよう。お年玉なんて小学生の時にもらったのが最後ですけど。マジっすか？どうやって今まで生きてきたんすか？俺まだもらってるぞ。え、マジですか？ガンさん、今年で30ですよね。年齢なんて関係ないだろう。くれるもんはもらっとくべきだろう。お疲れ。もみじは？
行かなくていいの？相変わらず気使って生きてんね。ご立派ご立派。正月から大変ね。明日から仕事始まるんじゃないの？楽しそうにやってるみたいだから、母さんからは何も言わないけど。だろうな。流しすぎ。頭がパンクするだろうが。ゆっくり読むからちょっと待ってろ。
よくできてると思うよ。さすが副部長様だなって感じ。あたしら演劇部員にとっちゃあんたは永遠に副部長だ。見て足りない部分を足していく感じでいいんじゃない？ごめんね、お待たせ。お話もう始めてる？いや、まだちょっと説明してもらってたとこ。これから本番だよな。シートで優雅に感激。あんまりイメージ湧かないな。私両方とも乗ったことすらないんだけど。お土産つけてみるのもいいかもね。会場で渡したり後日送ったりできるものがあると嬉しいんじゃない？劇団のホームページ、記事になったみたいだよ。劇関係のニュースで小さいけど取り上げられてる。
で準備してきたもんね。いい結果につなげなきゃ。さっきね、あかねちゃんと電話してたんだ。あかねちゃんも喜んでてね、すっごく感謝して。で、これは内緒にする約束だったっけ。だって私も嬉しいんだもん。お願い、あかねちゃんには私が喋っちゃったってことを内緒にして。お仕置きされちゃうよ。先輩、どうでしょう。どこか改善するところありますか。その細かい部分を聞きたいんですよ。必要なかったら聞いてませんよ。先輩の指摘お願いします。おお、懐かしい。そうやって二人でよく打ち合わせしてたよね。本当だ、コンビ復活おめでとう。いえいえ、さすがですよ。あとは演出含めて僕らで詰めておきますから、小屋入りからバラシまでご協力お願いしますね。ございます。今日もよろしくお願いします。おお、ラブリー、おはよう。よろしくね。すみません、毎回お気遣いをいただいて。稽古が終わってからありがたくいただきます。ラブさんのパートちょっと変更あるんです。先に打ち合わせいいですか。衣装でもないのに毎回スーツで稽古場にいるやつは溶け込んでるわけないじゃん。この劇団に副部長さんは欠かせませんよ。いてもらわないと困ります。はい、この前の言い争いも丸く収めた時は感心しました。
何言ってるんですか。みんな副部長のこと頼りにしてますよ。はい、お土産まだかなって楽しみに待ってます。そうだ、思い出した。先月のまんじゅうってどこで買ったやつなんですか。あれもう一回食べたいっす。おんちゃんさ、私より遠慮ないのってどうかと思うよ。我ながら思うんだけどさ、いい劇団になったじゃん。うん、私もすっごくやりやすいよ。みんなのお母さんがいてくれるおかげじゃないかな。ええ、私もそう思います。副部長さんが来るのを待って相談しようなんてこともあるんですよ。私も賛成です。副部長さんの意見はとても参考になりますし、的確ですから。最初の頃はなんなんだこいつ、部外者が出しゃばってるななんて思ってましたけど。ラブさん相変わらず厳しいね。おーっす、主役の登場だぞ。おはようございます。って誰が主役だ。俺だよ俺。どんな役でも俺が出たら主役を食っちゃうんだから仕方ないだろ。よっ、今日もしっかりチェック頼むぞ。ははは、稽古前のケーキ漬けだよ。うわ、今すごい音したよ。大丈夫？さんなりの愛情表現でしょ。あの人本当に気に入った人にしかああいうことしないし。もうちょっと優しくしてあげてほしいの。よしよし、かわいそうに。さて、みんな揃ったから本腰入れるよ。修正入れたシーンは重点的にチェックね。どうもです。照明の手が足りないみたいなんで、そっち行ってもらっていいですか。できる人は手伝わなきゃ。私だって力仕事手伝ってるんだから頑張ろうよ。
照明とサウンドチェック終わったら場当たりするから、あんたも手伝ってね。栄養ドリンクが楽屋の冷蔵庫に入ってるから好きなだけ飲んでいいよ。さすがに仕込みはバイト雇うべきだったな。いや反省反省。当日は頼んであるよ。ひなとゆきちゃんが受付嬢。うん、だから公演終わったら速攻でバラす。いるじゃん、私の目の前に。別にいいよ。ただその給料にはもみじの出資も入ってるってことを忘れなく。仕上げは次の日にゆっくりな。うん、今日はここまで。明日もっかいチェックして、明後日のゲネは7時からね。お疲れ様。遅くまで手伝ってくれてありがとね。ワイシャツ腕まくりして作業してるのかっこよかったよ。帰ったらゆっくり休もう。ご飯食べさせてあげて、お風呂で背中流してあげる。疲れちゃうかもね。私は嬉しいよ。手術は成功したって。でも明日は無理だろうね。それでもどうにかするしかない。最悪私が二役こなす。それはまあ、もみじに修正してもらうしかないね。
私が代役するよ。それが一番っていうか、それしかないんじゃない？任せてもいいの？もみじ、何年も舞台に上がってないんでしょ？でも、できるのは私だけでしょ？大丈夫。セリフも立ち回りも全部入ってるよ。そこはほら、目の前にぴったりの人がいるじゃない。台本は読んでるし、稽古もずっと見てきたよね。きっかけも全部入ってるでしょ？私からもお願い。任せられるの、あんたしかいない。情けない話だけどさ、私も結構ギリギリなんだ。舞台を全部抱えられる自信、ないんだよ。20分押して始めるよ。その分撤収は巻きでよろしく。してるね。うん、だからこそ他の人にはお願いできないんだよ。私たちのことをずっと見てきてくれたユキト君にしかできないことだから。以外みんなびっくりしてた。あんなにできるくせにどうして今までやらなかったんだって。真剣に見てるところすごくかっこよかったよ。私が武漢やるより何倍も似合ってた。そうかな。舞台の上も気持ちスムーズだったし、音響や照明も動きやすそうだったよ。嬉しいもん。いい指示出すな、さすがだなって思いながらじっと見てたんだ。私の自慢の彼氏さん。また惚れ直しちゃった。
私ね、次にやりたいことがたくさんあるんだ。これが終わったらすぐに茜ちゃんと相談しなきゃ。勢いのあるうちにどんどん仕込んでいかなきゃ。一年に一回は公演したいねって話してるんだよ。私たちのこと一番近くで見ててね。もう放っておいて。私にできることなんてもう何もない。あるよ、きっとある。あなたには何ができるのか、まだ知らないだけ。雨、このままずっと止まなければいいのに。本当に？本当にそう思ってるの？空も悲しんでいるわ。雨はあなたの涙、雷はあなたの心の叫び。そう、私は悲しい。何もできない自分自身がどうしようもなく悲しい。どうか悲しまないで。あなたが悲しめば悲しむだけたくさんの人が悲しんでしまうの。どうしてそんなことがわかるの？私がそうだから。そしてここにいるすべての人たちもあなたの帰りを待っているから。さあ帰りましょう。大丈夫、自分を信じて。
もう一度、やってみましょう。それでは、改めて、みんな、お疲れ様でした。いやー、今回は旗揚げとしちゃ大成功だ。お前、やるじゃねえか。ハッハッハ、俺んとこでもお前に武官頼みたいくらいだわ。どうだ、マジで仕事しないか。んだよ、やめちまえ。そんなもんモミちゃんに食わせてもらえばいいだろう。私にそんな解消ないですよ。お前、真面目な上に気配りもできるだろう。絶対にどこの劇団も欲しがるぞ。副部長さんに手を貸してほしいときはダメ元でスケジュールを伺いますね。使える奴がいるから口説き落としてこいって俺も話しとくぞ。いえ、それは違いますよ。冷静に機転を利かせた対応は見事でした。そうそう、俺もちょっと焦ったけど、うまいことごまかしたよな。セリフを飛ばして転換タイミングを前倒し、茜とモミジのフォローも上手くて、いい連携でしたよ。当然です。副部長とモミ先輩は固い絆で結ばれてますから。倒れるのを防いでくれたのは助かったけどさ、シーンつなげたのは私とモミジが褒められるべきじゃないの。部長はあれくらいできて当然でしょ。モミ先輩も久しぶりの舞台なのにあんなに上手くて、なんなんですか。もっとくあれでも必死で全然余裕なかったけどね。なあ、次もお前がやるんだろう。そん時はまたよろしくな。
ガンさん、すっごいご機嫌だったね。みんな本番が終わって安心してるんだよ。私もほっとしてつい飲みすぎちゃった。くらいはいいでしょ。旗揚げ公演大成功祝いだもん。貸したの？だって変なんだもん。いつもなら飲みすぎは体に悪いぞって怒るのに。悩み事があるなら話して。私も一緒に悩ませてよ。協力って今回の公演のこと？おいで。みんながね、私のところにもありがとうって言いに来るの。直接お礼するだけじゃ足りなかったんじゃない？それくらいみんな感謝してるんだよ。ゆきとくんがいなきゃ今回の舞台成功なんてしなかったもん。稽古中も本番前のトラブルも本番中だって本当にたくさんいろんなところでみんなを助けてくれたよね。私全部見てたもん。頑張ったね。たくさん頑張ってくれたね。もちろん、私だってすっごく感謝してるよ。私の夢、また一つ叶えてくれた。普段はお仕事で忙しいのに、ちゃんと最後までやりきってくれたよ。私のためにこんなに頑張ってくれる人、
世界で一人しかいないよ。ゆきとくんが支えていてくれるから、私は舞台で頑張れるんだよ。家に帰ってたくさん褒めてあげる。いいよ、気にしないで。私だけに甘えてくれるのは嬉しいから。今日はこのまま私が甘えさせてあげる。たくさん褒めて可愛がってあげるね。